ストレイスは Linux のデバッグユーティリティであり、プログラムが使用するシステムコール及び受け取るシグナルを監視するものである。他のユニックスシステムにおけるトラスに類似している。これはカーネルのプトレイスという機能により実現されている。シグウィンにおいても類似のユーティリティが提供されている。一般的な使用法として、プログラムをストレイスを用いて開始し、 これによりそのプログラムが呼ぶシステムコールの一覧が出力される。これはプログラムが頻繁にクラッシュしたり、意図したものとは異なる挙動をするときに有用である。ストレイスを用いることにより、一例として、プログラムが存在しない、ファイルあるいは読み込むことができないファイルにアクセスしようとしていることが判明するということがある。また、別の使用法として、P フラグを用いることにより、 実行中のプロセスにアタッチするというものがある。これはプロセスが応答しなくなった時に有用である。この場合の一例として、プロセスがネットワーク接続を確立する途中で、ブロックされていることが判明するということがある。ストレイスはシステムコールのみを出力するため、GDB のようなデバッカと比較して検知できる、問題は限られる。しかし、デバッカより使用が容易であり、 システム管理者が使用するには非常に有用なツールである。他の OS には以下の類似のデバッグツールがある。ありがとうございます。